かなり酷評されてるな、千代ちゃん。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、キコちゃんです。さあ、ということで、すげえうまい。愛染明王、私嫌いなんですよ。で、酷評されてる千代ちゃんちょっと使ってみようかなというところでございます。ちょうどその玉露でまだクリアしてなかったんで、いつも私ね、ムーでやってるんですよ。で、ムーは超アンチ16バリア持ってるんで、まあ正直ね、その MDT ビッグイノベーターエボルブどこまで使えるのかと、まあ、重心化千代ちゃんね、いうとこですよ。なんか壁ドンがちょっと魅力的だなとは思うんですけれども、うん、まあスピードアップが出るんでね、うまく踏めたらなと。出ないな、回復か、スピードアップ出ねえよ。そうだよ、回復しか出ねえよこれ確か。まあいいや、やってみよう出撃。まあやらないと分かんないからさ、レッツゴー。ずっと当てるのこれ、ピップエレキ版見える、これずっと当てるのこれ。さあ、ということで、まあ横から流っていこうか、あえてね。なるほど、なるほど、なるほど。もうこれあれだな、本当にスピードアップはないからすっぺよな。スピードアップ欲しいなこれ。まあそうか、なるほどな。この横間で上がっていこう、最終的に戻れればって感じで。なるほどな。はい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 、そういうことですか。なるほどです。カウント、あー、まあ攻撃アップするとかなり強いは強いけど、どうなんでしょうねこれね、参っちゃいますね。あれすか、お、回復取るよ、ラッキー。いやー待ってけろ、そういう感じか。これ横パスね、やっぱね、見えてほしい、ありがたい。なるほど、スピードアップがあればね、もうちょっと破壊力が増すんだけども、どうでしょう。まあでも千代ちゃんのいいところは壁ドンですから、皆さん壁ドンですよ。で、防御力、違う、攻撃力ダウンさせられたとしてもですよ、攻撃ダウンさせられたとしても、まあ普通にこの真ん中の、まあ、華麗なやつ倒せるから、普通にこれが闇属性キラーかなというところですね。でもイシタロは強いんだろうな。あ、スピードアップ出ない。イシタロは強いんだろうなと思いますけど。さあ、ということで、次がサード。サードせっかくだから攻撃アップさせていきたいところだね。そうするか、じゃあ一丁行ってみっか。ね。で、こうすることによって。それまずい、何やっとけ、それまずいぞお前、何やっとけ、せっかくのいいとこ全然台無しになっちゃうんだけど、そんなんダメじゃん。どうしようどうしようどうしよう、ちょっとまだいいとこ見せらんねえなこれ。右下行って、攻撃アップしてんだっけこの子。ああしてるわ、してるからこれでいいや。OKOK、 まあまあまあ攻撃アップさえしてれば強いから。あ、まあ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 強いね、そこは強いな、そりゃそうだよな、それはそこは強いわ。シンプルに強いわ。やっぱ最後ね、攻撃ダウンしたのはスピードなんだよな。失神させればできなかった、されないんだっけ。さあ、そしてフォース、どうでしょうね。ファースト、月が左上か、参ります。ですよね、強い、それは強い。で、セカンド、セカンドか、セカンドオポチュニティか、あえて友情コンボ、いいね。まあ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 、上に上がっていく、なるほど。
これ難しいな。あはは、抜けちゃった。しっぺー、むずいな、どうしよう。ファースト、なるほど。あ、そこ行くのね。あー、なるほどなるほど。さあ、縦からちょっと見るか。ピヨピヨ、なりたくねえ。いや、時間かかるな。どうしよう、セカンドでちょっと左行って戻ってきますか。ダーだね。さあなんとリヌさんですよ。さあ、これ4分ですね。なるほどなるほど。なんか、夫人としてはかっこいいね、この。わかるか、言いたいこと。ああ、ちょっと弱い。どうしよう。どうしようかな。それはすごい OK。 さあ、ここで攻撃力アップが出てると。左下の子は攻撃ダウンしてないのか、これよくわかんない。大丈夫、いけるか。いけた、よしよし。次はサード、サードね。なるほど、スピードアップして戻ってこい。意外といいか。それはいいね。やりますね。さあ、これはいいんじゃない。上下上上で、そうだ、こっちも。ああ、まあまあまあ強いですね、まあ、当然の結果だと思うけど。いい攻撃力、クリティカルだったらな。また全然違ったと思うんだけど、クリティカルだったら最高だったんだけどな。アピアピアした、それも意味。サード、横のリア。なるほど。この攻撃ダウンがね、痛いんだよな。ボスかな、そうそう。次か。長え！マジで、どうしよう。めちゃくちゃ長いじゃん。迷うな、これ。で、次、ファーストだろ。迷いますな、この戦いは。当て勘して犬倒すか。アホ、危ない。セカンド、あ、パーフェクト。よし、で、サード、下のやつか、ボスか、中ボスか。中ボスだったらこれ下カンカンできるかね。できそうだもんね。強い、これは強い、これは強い、やっぱこれは強いわ。フォース、もう立てかねえんだもん。さあ、一人以外は特に、ピヨピヨしてないんで、動きやすいっちゃ動きやすい。さあ、ここでボスですね。今のところどうだろうな。ただこれね、銀河流星の動画でも言ったんだけども、まあ、ファースト、なるほど。ここはまだ使いたくない。ここは使いたくないな。だからこれは攻撃ダウンしてるからさ、余計使いたくない。ファーストでセカンドドロスするんだ。セカンド今倒しちゃうか、普通。倒せないね。そうだよね。攻撃ダウンやめてほしいな。どうしよう、この攻撃ダウンマジでやめてほしい。次フォースか。これここちょっと面白いショット打てるんじゃない。実はこれ、実はこれでいけば右上で結構変な動きできたら面白いんじゃない。これいけんじゃない、右上。ちょっと打ってみよう。あ、ごめん、ミスった。完全なミスした今。ダメだダメだダメだ、すげえミスった。あ、これはいいと知ってた。まあ強いね、そこは。まあ強いね。
今のミスでかいな。これもう一回取り直したくないな、まずいよね。2回取り直すほどなんか別に強く、あ、まりやめて、これ以上の千代ちゃんの悪口は許さない。うん、全員ゴミ出てるよな、口揃って。せめてちょっとでもいいとこ見たいんだが。あ、待って、これいいんじゃないの、攻撃アップしてるし。素晴らしい。どうだ、え、待って、何これ、やったんちゃうね、何が起きたの今、何が起きたの今、ちょっと待って、何起きたの今。触る前に死んで、あ、触る前で死んでねえか、触る前に死んでるに見えたの今。な、謎いよな、ね、なんじゃこりゃ、なんじゃこりゃ。さあ、ファースト攻撃ダウンしてますけども、さあ果たしてここで SS を打ったらどうなるのか。2段階目ですよ、皆さん。壁ドンの素晴らしい一撃が見れるんじゃないでしょうか。ストライクショット、どうだ。おお、まあまあここは強いね。ここはしっかりと、うん、まあ一発で決めていくというところですね。一回失敗しましたけども、いやー、攻撃力、まあ火力に関してはめちゃくちゃ強いですね。やっぱりもう本当にもともとね、その火属性キラーで壁ドンってところでね、めちゃくちゃ強かったんですけども、まあどうでしょうね、今後どういう風にこうね、クエストを作られていくのかにもよりますけども、まあただ今の環境だと2軍かなっていう感じはしますね、やっぱりね。はい、まあ今後に期待ということで、千代ちゃん